たまらん坂坂上から見下ろす。道路の先に、一橋大学が見える。坂下からたまらん坂標中たまらん坂は、東京都国立市東3丁目と国分寺市内東2丁目の境界付近にある坂、滝久保通りにある。1923年、関東大震災で被災した東京商科大学が1927年、東京市神田区から北多摩郡や保村に移転した際に、 東京商科大学の学生があまりの急坂に対してたまらんと口走ったことが坂の名前の由来とされている。大学本科に専攻して専門部が八保村へ移転した際初期には中央線国立駅は開業していたものの商船が国分寺駅折り返し運転であった関係で国立駅発着の列車は長距離列車に限られ本数が少なかった。東京商科大学の学生は 早朝の長距離列車に乗り遅れた場合、国電を国分寺駅まで乗車の上で同駅からの通学を余儀なくされた。当時、坂は舗装されておらず雨になるとよく滑り、通行が大変だったという。その後坂は太平洋戦争中の学生の格闘動員により改作されたためなだらかになっている。坂の上からは一橋大学の象徴である、 時計台が現在もよく見える。RC サクセションの今はの清志郎がたまらん、坂界隈に下宿していた時期があり、1981年にたまらん坂というタイトルの曲を発表したことから多くのファンが訪れるようになった。以前、坂の途中にあった住宅の石垣にファンの書き込みが多く見られたが、マンション建設の際に解体され、姿を消した。 その際、石垣の石は希望者に反復された。今和野の実家は、国分寺市富士本で、中央線国立駅の北側にあたる。一方、玉蘭坂は中央線を挟んで、反対側の中央線に四国分寺駅、国立駅間の南側にある。坂を通る路線バス府中駅、京王電鉄バスは、停留所名を玉蘭坂としている。本のお守りで40年。 川崎みさお PDFP5 国分寺市 HP 欅の綺麗は元年9月15日号 PDFP1 ありがとうございます。